一方、津市にある三重県五穀神社では、こどもの日限定の御朱印が人気を集めています。五穀神社では、毎月、日本の文化や年中行事に合わせたオリジナルのデザインの御朱印を授与しています。現在授与されているのは、さつき晴れをイメージし、若葉が生い茂る様子が描かれた5月限定の御朱印と、こどもの日限定の御朱印です。今年のこどもの日限定の御朱印には、陣羽織を着た子どものイラストと、赤色をした鯉と、折り紙で作られた手裏剣のイラストが描かれていて、子どもの日にぴったりなデザインとなっています。今日は子どもの日当日ということもあり、多くの人が御朱印を求めて神社を訪れていました。子どもの日限定の御朱印は、明日まで三重県五穀神社で頒布されています。